これはメイクが大好きな一人の女の子の物語である。マシュマロの匂いみたい。この女の子の名前はアイナ。当時2歳と5ヶ月生まれて初めて念願のメイクを体験している姿です。メイクだけではなくおしゃれ全般に興味が強い子でした。とても嬉しそうにメイクを楽しんでいます。この日をきっかけに彼女の中で何かスイッチが入ったのかもしれません。3歳と6ヶ月だいぶ上手に塗れるようになりました。これ、うん、4歳と10ヶ月どんどんメイクのアレンジも強くなっていき、ピンクい目に塗るやつをちょっとリップにつけて、奇抜なメイクも増えていきました。こんな色になって可愛くなるんだよ。でも楽しいことばかりではありません。男の子にキモいって言われたで、なんて言ったの、傷ついた、嫌な気持ちになったいな。でも、このままお化粧大好き、キモくないしね。女の子は分からない。おはよう。5歳10ヶ月今日もそれでも負けずに自分の好きを貫き通し、大好きなメイクを目いっぱい楽しんでいます。5歳0ヶ月美に対する意識なのか、はたまた大人への憧れなのか、ティッシュでパックを始めました。そしてこの頃からなぜか長ズボンより何してんの、アイナ、クモパック、半ズボンが好きだと言い始めました。クモパック。そしてその次の週になると今度はクモパックなんだよ、肩出しの服が欲しいと言い出しました。6歳と1ヶ月になった今、へそ出しの服が欲しいと言いました。この調子でいくと将来はすっぽんぽんで街を歩かないか、パパは心配です。それでも娘を誰に何と言われてもいい、誰に笑われてもいい、自分の好きをずっと大切にしてほしい。そして最後に、パパはずっとあなたの味方です。